ではですね、サーフェイサーが拭き終わりましたので、ヘッドとこの手ですね、手の方を、エアブラシで、フラットフレッシュをね、吹きつけて塗装したいと思います。で、僕これの希釈にですね、ラッカー溶剤を使ってます。これを入れます。何倍ぐらいでしょうか。2倍、こんなもんかな。そしたらまだちょっと残ってるのでこっちに戻しまして、で大雑把に拭きます。すぐシンナーを入れて洗おうとするとこういう汚れも溶けちゃうので大雑把に拭きます。で空っぽになるまで拭きます。空っぽになるまで拭いて、空っぽになりましたよね。空っぽになったら洗い用のシンナーですね、再生ラッカーの方を入れます。入れました。で先を緩めて、でまだ汚れが出てきますよね。そのさっきのフラットフレッシュがブクブクとして出てきますよね。ある程度出したらここに戻します。でまだ残ってるのを引き切っちゃいます。きれいなシンナーで、きれいなシンナーを入れて、洗います。まだちょっと汚れてますね。まだね汚れてきます。しまって、これはラッカー廃液の容器に